いや、かっこよすぎるだろ、これ。あ、そう、ここね、流れるんですよね。もう一回オープニング流れちゃう。あ、そうそうそう、今ちょっとね、DLC をダウンロードしてまいりました。コンフィグでね。あ、難易度途中で変えられんのか。マニアックス。これね、フォントっていうかなんか、字が本当にすげえ綺麗で読みやすいっすね。これが、お金？あ、経験値だっけ、こっちが。転送、これ銀座からだったっけ？こっちがお金だっけ？これね、ハードでやるんでね、どうしよっかな。あれじゃないですか、やっぱ いや、でもまあ、使わないでやりたいな。でも使わないでやるとね、俺ね、多分ね、着ドロ狩りとかね、やっぱ宝、宝探しとかやるんだったら、あれかな。とりあえず、ですね、まあ、前回、まあ、プレステ2版でやった時はライドウだったんで、今回はダンテで行こうかなと。マニアックスの方でやります。で、縛り内容なんですけれども、あんまり、まあ、きつめの縛りをしないっていうことで、まあ、今までずっとやってきた逃げない縛りと、バフ、デバフ、まあ、プラ2までと、両方かけて、間がだから、マックス4までですね。こんぐらいでやろうかな。あとは、まあ、特に。普通に、まあ、初見プレイではあるので、HD 版は。そんなにきついのにすっと、なんか、純粋にゲームを楽しめないかなと思っちゃいますんで。いきますか、じゃあ。難易度選択。ああ、物語の進行を楽にする慈悲深い低難易度です。これね、あれを見てほしいですね。メガテン4ファイナルの、難易度選択、あれすげえから、マジで。標準的な難易度、死のスリルを望むマニア向けの。これノーマルでやったことないんだよな、そういえば。まあ、せっかく増えた難易度なんでね、人知ら縛りとかでやってみますかね、この難易度。せっかくなんで、今度ね。行きましょうか。難易度変えられるんだ。だから、魔人とかで積んじゃってどうしても無理っていう人とか向けなのかな。やがて来る力をなくした世界、それは無へとただ向かうだけ。ならばその世界を救うため、その身を母の宿りへと返そう。世界はまた生まれるため、死んでいかなければならない。これが古き予言書にあった最後の救いの道。世界はその罪で滅び、人は皆消えていく。でも君にはそうなってほしくないの。私はあなたの命をとどめておきたい。そのためには君の名前が必要なの。さあ、君の名を言って。すげえ。 別ゲーだろ、これはもう。というわけで、名前をちょっと入力するんで、一旦切りますか。早速なんですか。はい、というわけで、由良仁志くんです。
ちょうどね、まあドラマ CD の名前にしようかなとも思ったんですけどね、うん、ちょうどね、イニも名前に入るしいいかなと。じゃあひとしで、あのふと思いついちゃった、ひとしらをもじってひとしです、ひとしゆらでひとしらと、安直ですけどね、逆にそれがいいんじゃないかとね、イニが入るんで、おいいじゃねえかよって。はい、うん、そう、君はこれで滅びの時にもあなたは生きる力を失わないはず。それを信じて強く生きて。よかった、分かってくれたのね。もう時は迫っている。それはすぐに起きてしまうの。そして私は次の世界を育むものとしてあるの。やがて来る世界を作るのが私の役目。さあ、私の名も呼んでみて。そう、私の名前は、ああ、私はもう世界の終わりにも涙を流すことはないでしょう。でも私は次に生まれる世界でも君を見ていたいと思っているわ。さあ起きて、もう時間よ。すげえ、あっこにも入るんだね、声かわいい。名前、あ、イサム、かわいいって言っちゃった。千秋様かと思った。遅いって言うから。イサムくん、目いっぱいのおしゃれや。鬼の絵、アシュラ界か。ムードメーカー。はあ、なんかっていうかモデリングもなんかなんかでかくね。気のせいかな。あ、すごい綺麗。ヒーホーくんもくっきりですよ。120円ぐらいですかね、この時代は。あの2003年とかだともう130円か。謎の飲み物どっちだっけね。あ、これ聞いてみよっか。あ、若いんだなこの人結構。うん、はいですね。うん、このタイミングで HD 出たってことは、あの5に流用するのかなっていう、まあ、結構ね、
メガテン3とアバチュとかもね、そうだったから、あの時のまんまだ。割と最近やったけど、世界が丸く、みすぼらしい男、ホームレス的な人なのかね。これね、このマップ堪能できんのね、ここだけなんでね。そう、この BGM 聴けるの結構いい BGM なんですけどね。美人ですね。声も可愛かったっすね。悪い噂。なるほどね。ちょっと危険な男に興味が湧くお年頃ですね。南青山。というわけで、あれですね、この辺に囚人学園が3人か。氷川さんね、本当にね、髪型だけかっこいいと思うんですけどね、バカップル。今だったらね、あのツイッターにね、変な感じやつか。すごいっすね。立ち入り禁止。まあとりあえず行けると、あ、こっちもそっか、行けんだっけ。せっかくだからね、ひとしです。いい家にしようか。悪魔、これ通れるとこ、やっぱ太いとこだけか。細かいよな、こうやって見ると。おう、元気ないね。おう、どうやって発音すりゃいいんだ。シャッチョさんか、こんな昼間からこれ見れんのかね。あ、なんか見れなかったっけ、これ見れないか。あー、でっかい剣、まあ、コスプレだと思ってんのかな、あの格好。有名人ですからね。診療しとらんぞ。これ終わった、全部。あはは、オッケー、行こうか。こっちからじゃないと入れないんだよね。こっちだと、あれ入れた。すいません。あ、入れなかった。ああ、くっきり見えるね、ここも。あの字が。了解です。まず最初の課題がね、ガキパトっていう。あ、そうだ。何やってんだよ。ついちゃったよ。寄り道しないでついちゃった。すみません、本当に。余計な時間を。こっちから行けんだよな、確か。ち、公園を丸ごと封鎖とはな。現場写真の一枚も撮らせん気か。どうかしてるぜ。ん？俺に何か用か？
テレビじゃこう言ってるな。企業と市民団体の衝突で死者の出る騒動に。でも裏の世界じゃこう言われてるよ。姿を変えた闇の勢力同士の争いとな。ん？鳴ってるのお前のじゃないか？もしもし、私よ。やっと連絡がついたわ。何やってたのよ、もう。千秋様、すごい声合ってる。こう見るとなんかかまいたちの夜みたいだな。彼ならともかく、君が遅れるなんて。何かあったの？今どこ？代々木公園？あのね、あまり遅いからあいつと病院に来ちゃった。もう着くとこ。悪いけど直接病院へ来てね。あ、場所わかる？新宿衛生病院。新宿駅から東へ歩けば見えてくると思うから。まあいいわ。私先生と進路について話したいと思ってるし、先にやってる。そうね、遅くなるの嫌だし、そうして。それじゃ。ちょっと待て、お前新宿衛生病院へ行くのか？はあ、次の行き先も一緒とはね。これも何かの縁か。これをやるよ。まだ発売前なんだけどな。お前ここで会ったことを知らないんだろ？ならこれから行く病院がどういう場所かってことも知るまい。聖記者の特集ガイア教と弥勒経典、読んでおいて損はないぜ。オカルトの出る幕じゃないと思うかもしれんが、どっこい、あそこはそういう場所なのさ。なんてな。この世界じゃガセネタもよくあることだ。違ってたら笑って許せや。それじゃあな、また会うことがあったら記事の感想でも聞かせてくれや。いいね。ちょっとやって思ったんですけど、あ、これか、オーロラビジョンが見れるんだっけ。人が喋るときは、テキストクリックしたときに音なんないの、すごいいいですね。凝ってるね。映るよね、これ。あれ映んない。あ、映るよね。氷川さん。サイバースコミュニケーションじゃん。いいね。あ、だからそっか、氷川の話してたのか。そう、なんか映ったなっていう記憶があったんで。てか先に行って帰って代々木に戻るっていうね、謎のムーブを決めてしまったっていう。綺麗。あ、ようやく来たのね。ねえ聞いてよ、この病院ちょっと変なのよ。人が誰もいないの。ただの一人もよ。見て、受付まで空っぽ。なんだか不気味でしょ。やだなあ。今彼に先生を探してもらってるとこ。でもなかなか戻ってこないのよね。
こんな時ぐらいちゃんと働いてほしいんだけど。あれ、何その雑誌。知らない人にもらった？バカね、そんなのと関わると面倒になるわよ。月刊あやかし、聞かない名前ね。やだ、オカルト雑誌じゃない。こんな時にやだな。でも時間つぶしくらいにはなりそうね。あ、ねえ、彼探してきてよ。先生が見つかんないならこんなところ早く出たいし。多分病室のある上の階にいると思うわ。私はここで待ってるから。あ、この雑誌は借りるわね。それじゃお願いね。千秋様すごくいいです。彼探してきてくれない？先生見つからないなら帰りたいし。多分病室のある上の階にいると思うわ。それじゃお願いね。それにしてもマニアックね、この雑誌。かわいいっすね。確か2階の、いや病院行ってこんなんだったら泣いちゃうけどね、俺だったら。この BGM がね、サントラに未収録。あれ、これはあるのか。普通にあれか、中か。探索してる時とかか。会う前にね、撮っとかないといけないんでね。脱エヴァがいないことの違和感。へい。さっきの飲まないでもう一本買うっていうね。これアトラスさんのところの自販機って、お、ドリンクマニア。そっか、これトロフィー、あ、嬉しいな。メガテン3でトロフィーやると。下とか見ていいですか。うわーすげーね。もうあの見れる機会がね少なくなるんでね、これは。うん、よし、ここだっけ。うんだよ、驚かせるなよ。突然音立てたらビクッとするだろう。めったにもう遅れてきたくせにこんなことするか普通。もう、まあいいや。それにしてもあれだよ、誰もいないだろ。綺麗さっぱり。ちゃんと先生に電話して確かめたんだぜ。入院してるの新宿衛生病院だって。案内も何もなしにこんなだもんな。さっぱりわけわかんねえよ。やばい、ウイルスが逃げ出したなんてことはないよな。先生のいそうなところは一通り回ったつもりなんだけど、どこか他にいるのかな。ま、いいや。俺一旦あいつのとこ戻って確認してくるよ。待たせたからまた怒ってるかな。へえ、お嬢さん育ちの相手は大変だわ。じゃあな。しかしまあ、やばいことになってなきゃいいけどね。イサム君もいいっすね。みんなやっぱしっくりきますね。あの口の曲がり方いいよね。これ何、これ大、
これはあれか、点滴とか引っ掛けるやつか。回せないのか、この中だと。そっか、回せないんだっけ。戻るか。回ってみて。あ、ちゃんとマップ見れるんだな。そうなんだ、ちょっと動かすとリセットされるんだよな。いない。お、音、え、こんな音あったっけ。あ、ひとしらの顔ちょっと見たいな。ひとしらじゃなくて、ひとしくんか。まだ眩しい。戻るか。使っていいんだっけ。よし、地下じゃないよな。うん、